313型と377型サザンの運行路線図サザンはかつて存在したイギリスの列車運行会社であるイングランド中南部に運行網を有しゴーアヘッドグループとケオリスの合弁企業であるゴビアの子会社として2001年8月よりサウスセントラルとして運行を開始した2004年にサザンへのブランド変更が行われ2008年6月からは ガトウィックエクスプレスの運行も担当するようになった。2015年7月25日の営業券満了により運行はゴビアテムズリンクレールウェイに統合されたが、サザンとガトウィックエクスプレスの名称はサブブランド名として存続している。ロンドン中心部のロンドンブリッジ駅とロンドンビクトリア駅をターミナル駅とし、ロンドン南部やサセックスを結ぶ通勤輸送、及びハンプシャー。 ケント、サリーにおける地域輸送を担っていた。また、クロイドンからウェストロンドン線経由で、ロンドン北部のミルトン・キーンズまで乗り入れる運用も設定されていた。イギリス国鉄の民営化後、イングランド中南部の鉄道網は1996年5月26日より、コネックスサウスセントラルが2003年まで7年間の営業権を獲得して運行していたが、 経営不振とサービス悪化が原因で2001年に経営権を剥奪された。その後は、コビア社が残り2年間の営業権を獲得し、2001年8月26日より、サウスセントラルの名称で列車運行が開始された。2003年の営業権満了後も入札により、継続して営業権が与えられ、2004年5月には1947年まで、 存在したサザン鉄道の社名に由来するサザンにブランド名が変更された。2008年にはガトウィック空港へのアクセス列車であるガトウィックエクスプレスの運行を行うようになり、従来の空港アクセスに加えてラッシュ時にブライトンまで延長を運転する列車が設定された。ガトウィックエクスプレスは営業権自体が統合されることになり、 サザンの営業権の満了も2009年9月に前倒しされたが、入札によりサザンの営業権延長が決定された。2015年7月をもって、サザンによる列車運行は終了となり、営業権はゴビアテムズインクレールウェイに統合された。なお、サザンの名称はサブブランド名として残されている。377型442系。ありがとうございます。